妹よ、今日も元気に人狩り行こうか。わかったよお姉ちゃん。今日は何を狩りに行くの？うむ。今日は里クエに面白いクエが追加されていたから、それに行こうと思うよ。その名も、高難易度、意外止め、覇者の行列。名前からしてすごそうなクエストだねお姉ちゃん。うむ。敵はラージェン、バゼルギウス、そしてマガマガさんだね。あとこのクエスト、里クエに分類されているけど、どうやら上位。それもハンターランク8相当の扱いらしくて、モンスターから取れる素材は上位のものが出て、さらにルリハラ玉っていうランク8以上のクエでしか出ない玉も出るっぽいよ。それは本当にすごいねお姉ちゃん。気を引き締めていかないとだね。うむ。支給品が一人用か、ちょっと懐かしく感じるね。そうだねお姉ちゃん。それじゃあパワーアップのアイテムを食べて、バトル開始といこうか。了解だよお姉ちゃん。敵は最初ラージェンさん一匹なんだね。うむ。一匹ずつを3回ってこともないだろうから、多分ラージェンさんの体力を減らすと、乱入するパターンだね。了解だよお姉ちゃん。それじゃあラージェンさんとの1対1のバトルを実況してもあれなので、装備の紹介をするね。装備はこんな感じで、発動スキルは、攻撃を、貫通強化さん、装填速度さん、反動軽減さん、速射強化さん、装填拡張に、ブレ抑制1がメインどころだね。守る意思次第ではもっと火力を上げることもできるけど、回避距離 UP は私たちの魂なので必須なのですよ。いいね、お姉ちゃん。それと、以前主レイヤーさんの動画を上げた時に、弱点特攻をメインにした装備をちょこっと紹介させてもらったんだけど、今回の敵は弱点特攻が効きにくい敵だったので、攻撃スキルをメインにしてあるよ。了解だよお姉ちゃん。ラージェンさんとか頭小さいもんね。うむ。小さすぎてヒット数が微妙だよね。むう、方向だと？と、バゼルギウスさんが来てたのね。このコアープデで登場した新モンスターさんだよね。うむ。ワールドにいたみたいだから、ライズからの新モンスターじゃないみたいなんだけど、ワールドにプレイデイの私たちにとっては、完全新規のモンスターと言っても過言じゃないね。そうだねお姉ちゃん。それで、このバゼルギウスさんは結構強い感じなの？どうだろう？私たちが貫通ライトボーガン好きってこともあって、ラージェンやマガマガさんと比べると肉質的にも大きさ的にも戦いやすい相手なんだよね。そうなんだねお姉ちゃん。ところでお姉ちゃん、敵が2匹になっちゃったけど、分断策は使わないの？うむ。せっかくの同時狩猟クエ、分断しちゃうのはもったいないからね。それにほら、運営さんがクエスト名に高難易度、なんてわざわざ入れてるんだよ。ギミックを使って弱体化させちゃうのは、もったいないじゃない。あわう。それで本音は、お姉ちゃん。分断しちゃうとただラージェン、バゼルギウス、マガマガさんと戦うだけの動画になっちゃうから、動画の見どころがなくなっちゃうんだよね。あわう。了解だよお姉ちゃん。とはいえ、バゼルギウスさんは怒ってないと攻撃がいまいちだよね。危なげなく普通に戦えちゃってるし。そうだねお姉ちゃん。あんまり怖くないよね。お、ラージェンさん怒ったね。落とし穴に入ってくれないかな？捕獲しちゃうの？お姉ちゃん。うむ。さすがに剥ぎ取りはできないだろうし、捕獲の方がいいアイテムくれるからね。わかったよお姉ちゃん。さて、ラージェンさんの捕獲に成功したし、ここからはしばしばベルギウスさんとの1対1だね。了解だよお姉ちゃん。バゼルギウスさん、頭に攻撃してもダメージが赤くならないけど、どこが弱点になるの？怒ってない時の弱点は翼みたいだね。あれ？でも今翼に攻撃したけど、ダメージ赤くならなかったよ。うむ。なんかパッとに翼に見えている箇所も、背中肉質な感じだよね。多分翼の先端の方とかなら翼肉質なんだろうけど、ちょっと狙いにくいし、貫通弾の多弾ヒットもさせにくそうだから、とりあえず胴体を撃っちゃおうか。頭から胴にかけての弾肉質は25あるし、尻尾は35あるから、弱点特攻が乗るほど効果的じゃないにしろ、十分なダメージが通るっぽいからね。了解だよお姉ちゃん。あとそうそう、怒りで赤くなってる時は、肉質下がるみたいなんだよね。多分今なら、赤い部分にはかなりダメージ通ると思うよ。わかったよお姉ちゃん。赤い
部分狙いだね。うむ。お姉ちゃん、まだまださんの登場だね。うむ。バゼルギウスさんも怒って真っ赤だし、これはいい感じの乱戦になりそうだね。本当だね、お姉ちゃん。まだまださんは怒ってなくてもすごい攻撃的だもんね。うむ。開幕早速ビームを打ったみたいだしね。そして一瞬で飛び込んできたね。さあさあ、まだまださん、バゼルギウスさん、ここからは楽しく乱戦といきましょうか。いいね、お姉ちゃん。バゼルギウスさんに青マークがついちゃったね。これは乱戦タイムを伸ばすためにも、私たちの攻撃はマガマガさんに集中したいね。了解だよ、お姉ちゃん。マガマガさん狙いでいっちゃうね。うむ。と、さすがに怒り字はバゼルギウスさんも結構早いね。そうだね、お姉ちゃん。マップで見ると、一瞬で距離を詰めてきたもんね。うむ。一応倒しちゃう前に捕獲したいから、しびれ罠の準備をしておくね。了解だよ、お姉ちゃん。と、ここで爆撃攻撃か。こうなると正面に2匹を同時に捉えるのが困難だね。本当だね、お姉ちゃん。それに、普段はあんまり気にならないバゼルギウスさんの爆撃が、こういう状況だと生きてくるね。うむ。これは厄介すぎるね。あ、ちょっとこれはまずいかも。あわう。やられちゃったね、お姉ちゃん。くぅ、おのれバゼルギウスめ、せっかく攻撃しないで置いてあげたのに、私たちばかり狙うなんて。あわう。でも、敵は基本的に私たちを狙うんじゃないの？そうなんだけど、そうじゃないのだよ妹よ。気持ちの問題っていうやつだね。あわう。でもこれで、私たちの本気、不屈さんモード発動だね。そうだね、お姉ちゃん。攻撃弾を1個逆境弾に変えただけのお手軽装備だけど、不屈さんパワーで攻撃力 1.1 倍だね。うむ。さあ、行くぞマガマガさん、バゼルギウスさん。本気の私たちのパワー、存分に味わうといい。了解だよ、お姉ちゃん。やっちゃうね。うむ。やっちゃえ妹よ。よし、マガマガさん大ダウンだね。バゼルギウスさんは怒りモード終了か。ちょっと物足りないけど、まずは元気なマガマガさんだね。わかったよ、お姉ちゃん。お、これはお供の雷やられ攻撃だね。さあ、スタンするがいい？貫通弾なら背後からでも頭きっと余裕なのですよ。いいね、お姉ちゃん。バゼルギウスさんが何かしているようだけど、怒ってない時のバゼルギウスさんの攻撃など。で、ここでバゼルギウスさん、再度怒りの赤モード来たね。それじゃあここからが本当の本番だね。うむ、いざ尋常に勝負だね。で、あれ、お供の捕獲指示だね。マガマガさん、もう捕獲できるのかな？ちょっと早い気もするけど、しびれはないっちゃうね。うむ。本当の本番をもっとしたいのも山々だけど、素材には変えられないからね。あ、あれ？捕獲にならないね、お姉ちゃん。もしかして、だいぶ前から瀕死のバゼルギウスさんに反応してたのかも？一度キャンプに戻っちゃったし、そうかもしれないね。む、バゼルギウスさん落ちちゃったね。ハギ取りは、ちょっと無理そうだよね。うむ。マガマガさん暴れ回ってるし、さすがに厳しいね。それにしても、不屈さんが発動してからは、結構あっけなかったよね。そうだね、お姉ちゃん。あ、マガマガさんにも青マーク出たよ。うむ。それじゃあ落とし穴で捕獲しちゃおっか。了解だよ、お姉ちゃん。よしよし、メインターゲット達成だね。クリアタイムは8分31秒。初見にしては上出来じゃないかな？本当だね、お姉ちゃん。ラージャンさんにマガマガさんがいて1匹3分以内って考えると、ちょっとすごいよね。うむ。周回樹星7のソロジより、体力は低く調整されてそうだけどね。それじゃあ、今日はここまでかな？そうだね、お姉ちゃん。次回は、私たちの愛用武器。ナルガさんボウガンとの相性の悪いテオさん。うむ。テオだってナルガさんボウガンで倒せるんだ。って感じでいきたいね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。